こんにちは、月島です。イコライザーの使い方第2回目です。前回はイコライザーの種類を中心に見てきましたが、今回はパラメトリックイコライザープラグインの使い方や各ボタン、つまみの役割を見ていきたいと思います。目次です。イコライザーの各ボタンとその機能、スペクトラムアナライザー、アナログ系イコライザー、まとめと次回予告です。それでは各ボタンとその機能を見ていきたいと思います。今回見ていくプラグインは DAW の Studio One に標準で付属するプラグイン、 Pro EQ2 7バンドパラメトリックイコライザーです。このプラグインを選んだのは、パラメトリックイコライザーはだいたいこんな感じのデザインをしているからです。例えば他のメーカーのイコライザーを出してみます。ソノックスのオックスフォード EQ とウェーブスの REQ です。特にプロ EQ2 とオックスフォード EQ は見た目もそっくりな感じです。ウェーブスの REQ も一見違うような感じがしますが、よく見ると並んでいるつまみは他と同じです。イコライザーの使い方の基本は、フリクエンシーつまみで操作したい周波数帯域を選び、ゲインでブーストもしくはカットをします。そして Q というつまみで操作する幅を設定します。それらを踏まえながら細かく見ていきたいと思います。まず上部の表示部分です。左側が低音域で、右に行くほど高音域になります。プリセットを選んでみると、イコライジングの設定数値をグラフで視覚的に確認することができます。左側のインジケーターはプラグインに入力される音量です。右側のインジケーターはイコライザーを通って出力される音量です。イコライザーを操作すると出力される音量は変わりますので、大きくなりすぎたり小さくなりすぎないようにここで監視します。このプラグインの場合だと、右側のインジケーターの下にゲインという欄があります。ここで出力される音量を調節できます。まず左端に LLC という欄があります。これは前のバージョンの Pro EQ にはなかった超低音をローカットするボタンです。3つの中から周波数を選んで、下のボタンでカーブの選択をします。どのように音が変化するか聞いてみます。 80Hz でカーブの強い方に設定してみました。再生します。バイパスで再生します。もう一度オンにします。キックのボワッとした部分が削れてタイトになりました。その下は LC、ローカット、ハイパスというセクションです。いわゆるローカットフィルターで、指定した周波数より下をカットします。フリクエンシーつまみを操作して周波数を指定して、右上にあるプルダウンメニューからカーブの幅を決めます。基本的には LLC のセクションと同じですので、カットしたい周波数帯域に合わせてどちらかを好みで選ぶと良いと思います。どのように音が変化するか聞いてみます。フリクエンシーを 500Hz に設定しました。再生します。次にバイパスで再生します。もう一度オンにして再生します。ドラムのキックがアタック音だけになってしまった感じになります。反対側にある
HC ハイカットローパスはローカットの逆で、指定した周波数帯域の上をカットします。使い方はローカットと同じです。どのように音が変化するか聞いてみます。フリクエンシーを 1000Hz に設定してみました。再生します。ハイカットをオフにして再生してみます。もう一度オンにして再生します。だいぶ極端な設定ですが、高音部分がバッサリなくなった音になりました。ちなみに 500Hz に設定したローカットと合わせて再生してみます。昔のラジオのような感じになります。またハイカットのカーブを 24dB に設定して、再生しながらフリクエンシーを動かすとエフェクト的な使い方ができます。楽曲の中でこういった表現にもイコライザーは使用することができます。次は LF ローフィルターと HF ハイフィルターを見ていきます。まず右上の欄でピーキングかシェルビングを選択することができます。最初にシェルビングについて見ていきます。フリクエンシーで周波数を決めて、指定した帯域の下をすべてゲインでブーストしたりカットしたりします。ハイフィルターの欄でもピーキングとシェルビングを選択できます。ハイシェルフの場合、指定した周波数の上側をブーストカットできます。どのように音が変化するか聞いてみます。フリクエンシーを 1000Hz、 ゲインを 6dB に設定してハイシェルフで再生してみます。ハイフィルターをオフにして再生します。もう一度ハイフィルターをオンにして再生します。空気感や抜けが欲しいときにここを操作します。逆に 500Hz 以下を 6dB 下げるとこんな感じになります。ローフィルターをオフで再生します。もう一度オンにして再生します。次にピーキングです。ピーキングでは指定した周波数帯とその周辺をブーストカットします。フリクエンシーで周波数帯の指定をします。ゲインでブースト量カット量を決めます。 Q は Q 幅バンド幅のことを指します。広くブーストしたい場合、狭くブーストしたい場合も選択できます。ちなみに Q 幅の数値で 1.44 がオクターブで基準になります。詳しいことは今回割愛しますが、知りたい方はインターネットで検索してみてください。ピーキングで音がどのように変化するか聞いてみたいと思います。フリクエンシーを 500Hz、 ゲインを -6dB、 Q 幅を 1.44 に設定しました。再生します。ローフィルターをオフにして再生します。もう一度オンにして再生します。
少しどんしゃりな感じになりました。真ん中の3箇所のエリア、ローミッドフィルター、ミッドフィルター、ハイミッドフィルターはすべてピーキングですので、同じ操作で設定をすることになります。以上が各ボタンの操作方法になります。音を鳴らしてみると、スペクトラムアナライザーのおかげで、低音域から高音域まで音の成分を目で見ることができますので、非常に便利でありがたいです。最近はこの機能を持ったイコライザーがとても増えてきています。もしオックスフォード EQ のようにアナライズ機能がないイコライザーの場合でも、大体の DAW には周波数アナライザープラグインが付属していると思いますので、イコライザーの下にそういったプラグインを挿入すれば、結果を見ながらイコライザーを操作することができます。次はアナログ系イコライザーについて少しだけ見ていきたいと思います。ここまで見てきた Pro EQ2 は DAW に付属するザ・イコライザーといった感じで、指示通りに正確にイコライジングしてくれるプラグインです。イコライザープラグインの種類の中には、実機をモデリングしたアナログ系のイコライザーもあります。ここに表示されているのは、ウェーブス社が出している SSL や NIV などの実機をシミュレートしたプラグインです。こういったアナログ系プラグインの何が違うかというと、癖があります。癖というのは、これらを使用するとノイズが乗ったり、少し歪んだり、倍音が付加されたりします。それらが良い効果をもたらすことがありますので人気がありますし、私もよく使用しています。プラグインを有効にしてアナログボタンをオンにすると、 10kHz より上にノイズが入ることがわかります。これがこの機材の癖や味になります。操作面から言うと、動かせるパラメーターがプラグインによって大雑把だったりしますし、グラフィック表示がありませんので、つまみを回しすぎてしまうこともあります。やりすぎるとミックスがノイズだらけになってしまうこともありますので、使い方には要注意です。私も今までたくさん失敗しました。次はまとめと次回予告です。イコライザーというプラグインは DAW に付属するものや Waves や Sonox、Oxford など様々あります。その中で私はトラックの最初に使うイコライザーとして DAW 付属のイコライザーが一番いいのではないかと思っています。余分な帯域をカットする方向で音を整えるには最適だと思います。次回は今回触れられなかったグラフィックイコライザーやリニアフェイズ EQ というパラメトリックイコライザー以外のイコライザープラグインについて見ていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。